こんばんは。どうも、田崎大輝ことパレパレです。お疲れ様です。今日はね、イベント最終日ということで、外に出ています。なので、よければ応援できる方いたら応援してください。で、今回のタイトルを見て、心配してくださった方たくさんいると思うんですけど、詳細な説明をねしたいと思ってます。こんばんは。今年、いろいろありましたけど、現在人生で一番追い込まれてます。とことん追い込まれてます。正直言うと、この話題はほぼ暴露みたいなものなので、俺自身とね話したくはないんですが、暴露したいと思ってます。はい、こんばんは。ありがとう、ニコ。担当特徴、担当直入に言うと、もう差し押さえがされます。今日も鬼連のように電話かかってきて、もう逃げ切れないと悟りました。実は私パタバルは、税金をね分割払いで支払っていたんです。いろいろと過去の分をね、でいっぱいいっぱいだったんですよね。その税金を支払うのに過去の分を払うわけだから、もう自分自身でもうわーもうちょっと辛いわーっていっぱいいっぱいで、ギリギリ払っていたんです。で、パンクしました。パンクの理由としては、支払っていますよ、ちなみに。支払っているけどパンクしました。その支払ったきっかけのパンクの理由としては、今年の税金を滞納しているということです。いろいろとね、消費税、所得税、住民税、いろいろあると思うんですけど、去年のね税金の滞納税、その滞納金が実は、引き延ばしてもらってて、担当の人にね税金を引き延ばしてほしいと、今自分で支払うのがいっぱいいっぱいですと語ったんですが、そんな理由は通りませんと言われて、税金を分割払いする、でさらに去年支払わなきゃいけない税金も分割払いをしてもらえると思っていたんですが、それができないと言われました。もしそれをやるとするならば、過去の分を支払ってから分割払いができる。去年の分の税金が滞納中だからね、その支払い額を払えないならば、今月いっぱいで口座差し押さえとなるということです。
だからお金稼いでいても去年の分が結構稼いでる額だから、その分も一気に払わないともう分割払いができないっていう状態になりました。いろいろとね、いろんな方にねやっていたんですけど、もうで、あと借金もあるしね、ただ差し押さえってことはただ差し押さえであって凍結ではないっていいのかな、よくわかんない、凍結なのか差し押さえなのかどっちなのこれ。ただ差し押さえされるだけなんかな。で今日ね、あの税務署の方から鬼電かかってきてました。鬼電電話には一回出たんですけど担当者がいなくて、また折り返し電話来てて、まあ4件ぐらいは来てたかな、 4、5件。これだけじゃないんですよ、しかもなんかテルチャンピン関連でなんか弁護士から連絡来た、出てないけど、これ何なの、これもそう、なんかテルチャンピンの本名は隠すけど、テルチャンピン様のことでお伺いしたいことがありますって来た。多分だけど前の住んでて家の件なのかなと思って、いや、あの法律事務所って書いてた。心当たり？あれ、俺テレチャンピニエワンちゃん保証人になってる可能性あるんだよな。どうなんだろう、あれ俺保証人だったかも、忘れたわ。いや、わかんないよ、保証人だったのかな俺。忘れちゃったよ、もうだって5、6年前の話だもん。テレチャンピンに電話しろ。電話してみる。じゃあ、
で電話したけど出ないから連絡だけ返しておいた。ちょっとやばいわ俺。今夏に入りまして人生最大の窮地に立たされてます。誰か助けてくんない？無理か。8月にはテツさんに支払うもんも支払わないといけないしね。もうとりあえず金ですね。金金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 金です。テツさんには一応銀行口座とその資料を送ってくださいっていうことで終わってる。あとは待ってる。もうテツさんのそのもう全て終わったから。鉄さんに関しては、ゼロワンと政治に頭下げて建て替えてもらったりとかするからさ、政治も出してくれるって言ってるし、そこら辺はまあ大丈夫だと思うんだけど、何せ自分自身のこのなんか謎の弁護士さんと税金の部分でちょっともう首を絞められてるって状態だね。メンタルやばいやろ。なんかね、メンタルというか、なんか落ち着いてるんだよね。何なんだろうね、この落ち着きようは。なんとかなるだろうっていう思考があるのかな。どうにかなるだろうって。いやー、どうしよっかな人生ね。鬼のように配信するしかないね。ゼロワンからはもう借りられないよ、ね、俺もゼロワンにねすごい額借りてるんだから。いくらか言えないです。すごい額はすごい額、うん、俺がもう人生何もかも失って、じゃあもう住み隠さずって感じで言う時があったら自分のね借金額言うよ。今がその時だよ。養分に個人的に言うのもちょっと無理かもしれないぐらいの感じ。俺養分にも借りてるしね、お金50。いやちょっとずつ返してるんだけど、今月は返せなかった。猫ちゃん、君が今日のアラブ説教大やつ、今夜君がトップ、君がいなきゃやってけない、ウルトラトンチキナイス。政治からも借りてる2万円。政治は言える。
借金大魔王ですね。どうするの？とりあえずイベント中なんで応援よろしくお願いします。恥ずかしいな。まあそうなんですよ、めちゃくちゃ恥ずかしいです。投げても無駄金ではないよ、ちょっとずつは返してるんだから。アヒージョさんありがとう。いや100万借りてない、養分からそんなに。でも貸してってたら貸してくれそうだけどね。アヒージョありがとう。あ、佐藤さちゃんにも借りてるわ。昨日1万円返した。4万円。イベント応援するぞさんありがとう。この4万円はなんで借りたかっていうと、佐藤さちゃんと一緒にあの 5月か6月頃にパチンコ行ったんだよ、パチンコデートね。佐藤さちゃんが10万円買ったんだよ。だから投資額として貸してって言って借りたらなんか4万消えた。政治の場合は2万円は政治とパチンコ行ったんだよ。セントセイヤ打つかって話になって、セントセイヤ打つのっていう話になって、そうセントセイヤ打ったらなくなった、借りてね。あと誰借りてる？あとは誰だろう？あ、花屋からも2万借りてるわ。麻雀の場代代。イギリスは借りてない。アイテム来てる？ありがとう、アイテム。うわー、ありがとうございます。ヒカルは借りてない。タコシは借りてない。昔借りてたけどね、返した。香川さんにも昔借りて返した。な、ちょこちょこ借りて返してるね。山田には、山田は返した、返したというか、なんかファンタスティックみたいなあげた。借りてないんだよね、山田、別に借りてはない。そうなの。だ
からまあちょっと人生を追い詰められてて、もう顔面蒼白ですね。俺自身ももう身動き取れなくてがんじがらめで、さて人生どうしようかなっていう起点に入ってます。そんな時に出会ったのがポーカーでした。ラストあるんだよ、ラストポーカーが。昔というか、まあ、5月頃かな、6月の初め頃にポーカーの D1 を通過したんだよ。で7月28日に100万円ね、銀行振込のポーカー大会があるんだよ。そこで、ね、勝つしかない。やめなじゃなくてチャンスなんだよ。お金はかからないから。初めの2000円だっけ、2000円だ、2000円で出れるポーカー大会出て D1 通過して、で100万円のポーカー大会をかけた戦いがあるんだよ、 D2 でね。7月の28日優勝したら銀行に振り込み。あ、養分今日呼ぼうかな。養分めちゃくちゃうまい話あるんだよ。2万円で1000万の賞金得れるポーカーの D1 が今やってるんだよ。3回2万円だけど、で人数少ないんだよね、銀行振り込み。養分誘いたいね。うまい話があるんだよ、養分。うまい話が、え、なんて？チャンスでしょ？いや、激アツだからね。しかも、なんかね、でかい大会じゃないんだよね。もう、バーがやってるのに主催として。ちょっと怪しいけどね。バーがやってるんで、バーが。いやでもツイッターで大々的に広告打ってるもん。で、東京でよくね、行かせてもらっているポーカー屋さんがあるんだけど、そこもフォローしてるから信頼はあると思うよ。だって、昨日、すごいよ。アップルの商品を商品としてポーカー大会が開かれたんだよ。で、iPad が1位に送られてて、2位が、アップルのこのヘッドホンだから結構やってんだよね。なんかいろいろ、いや iPhone のでかいやつってあれだよ、 iPad ね、10万ぐらいする iPad が1位にあった。それ賭博じゃないの？どうなんすかね、俺わかんないっす。なんかね、1000万とか100万のやつはなんかスポンサーついてるんだって。だからそれをなんか支払うみたいな形らしいっすよ。僕もちょっと把握はしきれてないんですけど、でしかも今年できたばっかのお店なんだですって。だけどお客も入ってた。なんか見たら20人ぐらい入ってたね。タトゥー入った人多かったけど、でもちゃんと看板も出てるし、ツイッターで広告してるし、裏の方ではないと思いますよ。配信者ってさ、追い詰められたからこそね、なんか真骨頂出てくるじゃん。それを見せたいね、みんなに。あ、切れてないんです。何です、なんて書いてんの、切れてないよさん。
すいません、こちらも緊急なので LINE 通話ダメでしょうか。うわー、ちょっとね、カラオケな、どうしたの、コメントじゃダメかな、今できないんだよね。どうしたの緊急って。コメント次第でちょっとあのカラオケ屋行くよ。じゃ あのコラボ、そうだね、コラボで上がるとか枠つけてもらって。緊急ってなんすか。コラボとかじゃないと今電話できないんで。本当に緊急なんです。あー来てるわ。すいません。はい、あのですね、前回の07の誕生日あったじゃないですか。私が、パルパルさんの、あ、ごめんなさい、ゼロワンさんの誕生日があったじゃないですか。はいはいはい。で、切れたナイフ、もちろんあの何、参加メンバーに入ってるよってパルパルさんがおっしゃったじゃないですか。いや行くよって言ってたからね。はい、うん、それがどうやらゼロワンさんに何度話しかけても態度が、あの、怒っていたのは僕が認証メンバーに入ってなくて、で、後でパルパルさんがこの何、おでこの上ぐらいをこうちょっと買ったのも、それのなんか反省で剃ったみたいなことが僕のとこに鳩で来てまして。あのね、ナイフくん、鳩は信じない方がいいよ。はい、いやだから、お母様からも連絡いただいたけどね、ナイフママからね、連絡いただいたけど、よっさんの時に、みどりさんとよっさん、そしてミュウツーとナイフくん一緒に行くかみたいな話があったと思うんだよね。うん。その時に行きますって言ったからメンバーに入れたよ。ちゃんと録画もあるけど。ああ。じゃあ、なんかよ、ゼロワンさんが本当はメンバーに入れてないのに、パルパルさんが俺も一緒に入ってるよって言っちゃったから、罰ゲームでここをなんか一時的に剃ったとか、あれはか全部鳩ですか。完全な嘘鳩だね、それは。ああ、すいません。ナイフ君、それが緊急なの？パルパルさんがゼロワン社長に、ワンライブ社員の 副社長だと思いますけど、社長に怒られたってことはないわけですね。ナイフ君は全くの無関係だね。だから、あの、ここを剃ったのは なぜじゃ。ここ剃ったのは、病気なんだよ。ああ、じゃあ、ゼロワン、ワンライブの、その、幹部だから、ゼロワン社長に怒られてここ取ったとかいうこともない。緊急をないっていうことね、緊急は。いや、ゼロワン社長に怒られた事実はないんであれば、もうこれで終わりですけど。いや、ないです。で、呼ばれてたメンバーなんですね、僕はちゃんと、ゼロワン。ええ。あの、誕生日会に。俺が呼んだメンバー。ああ、ありがとうございます。で、大元はよっさんなわけですか？よっさんの電話から、ナイフ君が行きたいって言ったから呼んだのよ。だからパルパルさんが認証してくれたから、そう、ゼロワンさんも一応認証で来ることはしてたわけですよね。いや、ゼロワン知らない、どんなメンツが来るかは。ああ、じゃあ、いや、それでなんでこんなやつ呼んでるんだって怒られた事実もないわけ。はい。ああ、すいません、ごめんなさい。いや、すいませんでした。逆にしてくれよ、全然緊急でもなんでもないじゃんこれ。俺だけ緊急なんだよ、お前。茶化しやがって。やかしかよ。明日の昼にしてよ、それは。で、ナイフ君の悪いとこって、ちゃんと断言してるのに、何回も繰り返し聞き返すんだよ。うん。何回も。だから、そうだよって言っても、あ、でも、あれでこうで。で、そうなんですか。いや、だからさっきからそう言ってるんだよ。あ、そうなんすね。って言って、またリセットされて、同じこと繰り返して聞くんで。
それがしんどいね。でナイフママがめちゃくちゃ DM で送ってきたんだよ。なんか切れたな、なんか連絡か知らないけど、ナイフくんは予算が呼んだから呼んだんだけであってね、予算が呼んだから予算が居座せた場所に緑さん、予算、ニューツー、切れてナイフくんがいたのよ。その時に誕生日会ナイフくんも行きたいっていうことを言うから、じゃあナイフくんいいよっていう風に言ったの。だからナイフママが切れる意味がわからないからね。正直ナイフママに怒られたもん、 DM で。ナイフ君に言ってほしいんだけど、ナイフママにそんな事実はありませんって言ってください。ちょっとめちゃめちゃ長文できた。さあ坂立ち行ってみよう。ありがとうございます。さあ皆さん、イベント集中しましょうか。税金を支払うため、このイベントは大事にしたいと思ってます。なので今からファンタスティックいただいたら、ファンタスティックね、分ね、逆立ちします。ちょっと逆立ちを見せます。ただもう半年ぶりに逆立ちしてないんで、ぶっちゃけできるか分かりません。体重も10キロ増えました。160キロ。俺の体が持つか分からない非常に危険な行為をします。はい。でもうできないんだな、ちょっともうやめます。いや、リスナーさんが俺の逆立ちを見たいと声を上げてるわけですからね。それで一回だけちょっと試しにやります。骨が折れる音が聞こえる、それぐらい覚悟を決めてやるんでね。そう、大広場あるんで。ありがとう、イベントアイテム。そこ行きます。頭叩きつけていいよ。まあ差し押さえなる意味わからんよ。アイテムは入るのに、アイテムはいるのに、それな。だからもうどうすんの、そんな差し押さえ。差し押さえされたら身動き取れないんだけど、理解できないわ。いや、そうなるのか分からんわ、それは。誰かに出してもらうしかない。そんなことはできないです。はい。パチンコ台だけ下ろしとけ、豚。とりあえず明日も連絡しなきゃいけない税務署に。ただ怖いのが、佐藤さちゃんが俺を捨てないか、それだけだよね。ほら、差し押さえ食らったらさ、ただのデブじゃん。そこだけが心配だよね。捨てるよね、普通の女の子だったら。捨てないっていう選択肢ないじゃん。はい、来ました、大広場。じゃあちょっとさ、社長にね、花火もらったんで、ちょっと逆立ちします。カップルがいっぱいいるんですけど、そこはほっといてやります。160キロが逆立ちします。
わ、久しぶりにやるな。いけるかな、これ。ちょっと準備体操しなきゃ。これ大丈夫かな、これ、マジで。これちなみに、画角がゴミ？こうするじゃあ横に、横にもできないのか。特にメタル社長、ファンタスティックくれたんで逆立ちさせていただきます。はい、メタル社長、ファンタスティックありがとうございます。君が今日のアラブ席を大発、今夜は君がタップ、君がいなきゃやってけない。テレレ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 レタンブつけたわ。ちょできないわ。できんのかな俺。ちょっと今ビビったからああいう感じになったかもしんない。もう一回ファンタくれない？ちょっと確かめたい自分の真骨頂。誰かいないかなファンタ。来たおい。嘘でしょ？ヘッドスピンしなよ。あります。今度こそ、今ので大丈夫。頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。観客ギャラリーたくさん。まず手が、ね、弱くなってる気がする。力が入らないで、ブレブレさん。できます。君が今日のアラブ席を大発、今夜君がタップワン、君がいなきゃやってけない。テレレレレテレレレレレテレレ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 レ
さい。ごめんなさい、失礼しちゃって。ありがとうございます。行きます。当たります。ここは完全に太りすぎました。ラストちょっと3度目の正直いけませんか。ラストやれんのかってあります。ちょっと感覚を OK です。君が君があるすぎる大変そうな君がいなくなっていけない。レトリカちょっとどんちくわるなあてれれ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 れドルドッツかい。やれる。持てよ俺の体。ちょっと待って、いけそうなんだ。ケツ浮いた。ええ、ドルドルはい。感覚が戻ってきてます。ファンタスティック来た、じゃあちょっと OKOK 大丈夫、感覚戻ってきたよ。君が君が君が今日のアラブ石油ダイハツ、今夜君がトップワン、君がいなきゃやってけない。キキキュン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 、ウルトラハイパートンチキ。じゃあいきます。160キロね。てれれ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 れねえ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 ねすいません、ちょっとできません。やっぱりごめんなさい、もうできないです。ちょっともう少しなんですけど。関係ねえよ。ありがとうファンタスティック。きっといI can't.
バババババーン、バババババーン、バババババ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 ン、いやだ、いき、い、い、い、ら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 、ウルトラソウル、はい。もうちょっと怖くてできません。ああファンタスティックありがとう、頼む成功してくれ、高梨。よし、君が君が君が今日のアラブ石油ダイヤツ、今夜君がトップワン、君がいなきゃやっていけないウルトラハイパーダンスキー、キキキュン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 、ウルトラハイパーダンスキー、いくぞれ、頼む。あ、もうちょっと待ってください。ねえ、ウルトラダンスキー、これだ、これです、ようやく成功しました。これを待ってたんです。ちょっと休憩させてください。もう合流ってことですね。疲れたもん。頭3回ぐらい打ったわ。痛い。皿が割れたかもしれないです。今ファンタスティック何発飛んだ？めちゃくちゃ飛んだよね。うわぁ。ファンタスティックが、そう、664個飛んでる。うわ、嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。メグッキーさんもありがとう。ありがとう、みんな。まあ、いろいろあったんですけど。こうやって応援してくれると嬉しいです。ありがとうございます。外配信久しぶりにやって逆立ちやったけど、なんかこっちの方が性に合ってるなって感じてます。これが俺なんだなって、これをやってファンをつけてきたんだなって思ってるわけですよ。思い出してきた、いろいろと。あ、めぐっきー30個ありがとう。初心に戻ろうかなと思ってます。とりあえずいきなり川に飛び込むのは無理なんで、今からカラオケ方針に、展開します。はい、カラオケ行きます。ちょっとあ、なんか頭が熱いからなんかな。ちょっとクラクラしてきた。ちょっと動きすぎたね、体重、体調。汗びしょびしょだよこれ。
道頓堀ラブホテル街です。ここはバリアンとなっています。大阪来たらいい女をね止めるならバリアン、バリアンが女に喜べます、喜ばれます。はい。でさらにまあこの女どうでもいいけれどちょっと性欲があるな、抱きたいなって思ってる方、でも安く済ませたいと思う方、バリアンの横に実は TT4 っていうねラブホテルがあります。ここはなんと、夕方の6時から昼の3時までいられるというね、特別最長でさらに6900円で泊まれるホテルとなっています。最安値ではないかと思ってます。はい、激安です。ファンタ来た、嘘だろ。どこファンタ、今見落としたわファンタ、ぽっちりしてるね。ちょっとこれできないこれ。ブレブレさん勘弁してもらっていいですか、ちょっともう無理です、すいません、もうちょっとできない逆立ち、体力ないし肩痛いしもう頭も痛いし、でもブレブレさんがどうしてもやれっていうならやりますけど、ブレブレさんいいですか、ちょっとただもらうだけじゃダメですか、お願いします、ただもらうだけでお願いします、ダメですか、反応がないな、これやれってことかな。うん、いやブレブレさんにもやってよ逆立ち。ねラブホ街、ラブホがいっぱいあります。てかまあエアコンちょっと熱いわ、めちゃくちゃ汗が、もう見てこれ涙じゃないからね、余分の油が出てる。あとご飯も食ってないんだよ、今日佐藤さんにご飯いらねえって言ったからさ。ちょっとバリアンで飯食おうかな。これどうね、電波最悪です。はい、めちゃくちゃ電波悪いから、ここホテルの中ツバニャンとかできてなかったもん。そう、俺もできなかったし、ソフ版はゴミでした。配信者向きのホテルではないね。で焼肉ホルモン空、鶴橋で有名な空がね、大阪難波にねあります。これホルモン屋でめっちゃ有名なホルモン屋、めっちゃ美味しいよ、この前行った、美味しかった。で個室はないんだよね、もうほぼ裸。いたことある、空あるんよ道頓堀、個室はないっすね。でエアコンがないからなんか扇風機で店内涼ませてる。はい、タコシから電話、ちょっと待ってタコシ、今ホテル行くから、それコラボでもいいよ、コラボだとすぐできる。タコシね、ホテルじゃなくて、カラオケ屋ね。でここをね、キヨーっていうラーメン屋、めっちゃ外国人並んでる有名なお店。でもキヨーここ毎日並んでるんだよ、そんな有名。亀に王って書くんだけど、めっちゃ有名だね。ファンタスティック？ディングル開始できる？わかりました。ディングル開始はできます。でんでんディングル開始、バイバイバイ、はい。
やりましょう。マングリ返してもいいですか。あ、すみません、下ネタ。10回転しろ。これとでんぐり返しっていうのはどっちの意味で言ってんだろう。本当にでんぐり返しなのか逆立ちなのか、どっちのこと言ってんだ。俺はもうでんぐり返しにするよ。うん、悪いけど逆立ちちょっともう怖くてできないから。よいしょ。ちゃんと広場でやれよ。うわ、なんか板ばっ、これやばいな、これ危ねえよ。でんぐり返しどこだ、これ汚いんだよね、床。